静岡市で今日、老舗のランドセルメーカーの展示・販売会が開かれ、多くの人でにぎわいました。今日限定で展示販売会を開いたのは、東京に本社を置く創業57年のランドセルメーカー、土屋鞄です。来年春に小学校入学を迎える子どもたち向けに、全部で52種類のランドセルを揃えました。中でも注目を集めたのが、中間色の10色をラインナップしたレコシリーズです。男の子女の子って決めずにですね、ジェンダーレスとか言われたところもありますので、なるべく多くの選択肢から選んでいただければと思いました。土屋鞄によりますと、お気に入りのランドセルを探すラン活は年々時期が早まっていて、今日はおよそ3000人が訪れたということです。